今回の派遣は水産庁や石川県からの依頼を受けたもので石川県の七尾市や穴水町、能登町の合わせて35の漁港の被害状況を調査するため三重県農林水産部の職員が明日から1週間交代で3人派遣されます。県県庁でで、行われた出発式で三重県の一味活域知事が、 ままだ余震があるかもしれません自分の身を守りながら現地にいる職員と連携を取って支援にあたってくださいと激ししました石川県の甚大な被害を受けてです、ね、漁港がどのように被災しているかそれをです、ね、他県の職員と連携してです、ね、一日も早い復興に向けた資料作り それをもってです、ね、石川県が早い水産業の回復をできるように頑張っていきたいと思います派遣された職員は、明日から来月6日まで八都県から派遣された職員と連携を取りながら漁港の被害状況などを確認します